こちらテイガー、目的地に到着した。どうだ、いい感じの吐きだめか。カグツチ最下層にほど近い。治安は期待できない。そんなもの期待するだけ無駄だ。図書館の連中は吐きだめの住人のことなど見向きもしないからな。それにしても未開発地区が目立つ。この都市は随分と前から開発されていたのではなかったか。イカルガ内戦のせいだろう。第七機関が好き勝手やったとばっちりを受けたのさ、この都市は。今、失敬なことを考えなかったか。精神波長をモニターしていることを忘れるのよ。いや、何でもない。イカルガの3つの素体、1つはここに運び込まれたらしいが。釜の中で夢でも見ている頃だろうよ、お姫様は。それを狙ってあの死神ラグナザ・ブラッドエッジがカグツチに現れたらしい。なるほど、白面がここに来たのもラグナザ・ブラッドエッジを追ってのことか。白面が何を考えているかなど私は興味ない。ただ今勝手に動かれては少々都合が悪い。まあ、あのサンプルにじっとしていろというのも無茶な話か。また精神波長が揺らいだな。余計なことは考えるなよ。精神波長の揺らぎは許容範囲内だろう。気にするな。ま、任務さえきっちりこなしてくれれば文句はない。了解している。優先順位の再確認をする。1、白面の回収、これが最優先。2、青の魔導書の確保、これは可能であれば。ああ、それでいい。最悪青の魔導書はどうでもいい。多少興味があるだけだからな。最強と名高い青に対して随分と淡白だな。お前のような科学者にとっては喉から手が出るほどの代物だと思うのだが。最強？あれがか？無知ってのは罪だな。あんなもの最弱の間違いだ。最弱？奇妙だ。そんな情報私のデータにはない。意味がわからないなら気にするな。説明するのも面倒だ。了解した。では次の確認事項だ。白面回収のために必要な転移装置は全部で13機。これらを速やかに所定の位置に敷設する。一箇所でも間違えたら仕掛けがパーだからな。しくじったらその体をコミックキャラクターに改造してやる。失敗などしないから心配はいらない。そんなことより一つ確認しておきたい。なんだ、言ってみろ。今回の転移装置には術式が利用されている。術式を含む全ての魔法を世界から駆逐するために存在する第七機関の方針にはそぐわないが、問題はないのか。敵は図書館はバカの一つ覚えのように術式術式だ。まあ、術式を破るには術式を使うのが手っ取り早い。
今回の仕掛けは急ごしらえだからな。石返しってことで術式を使うことにしてやった。了解した。毒には毒をか。しかし術式を使うにしても強制空間転移など本当に可能なのか。可能だからお前に命令を出してるんだろうが。なに、仕掛けさえできてしまえばそう難しくもない。たかが虚数空間の制御だからな。それに今回は私のプライベートも使う。問題はない。プライベート？女の秘密を知ると長生きできないぞ。ま、気にするな。要は問題は皆無ということさ。了解した。確認事項はあと一つだ。この都市には彼女、ライチがいるらしい。ライチが？ということは、あのバカ弟子もいるということか。そっちも余力があったら確認だ。心得。おい、心得。ダメだな。通信が途絶してしまったか。今一つ電波状況が芳しくないな。仕方ない。ライチのことは臨機応変に対処しよう。TR-0009 テイガー。これより状況を開始する。この辺りではこれで最後か。そこのでかい人、何してるにゃすか？ん？なんだ、娘。危ないから向こうに行ってなさい。虫梅、それうまいのか？だからね、やはりこの体は隠密行動には向いてないぞ、ここの絵。さてはそこに、なんかうまいものを隠したにゃ。どうにも分けるんです。何を言い出すんだ。犬猫でもあるまいし、こんなところに食料など隠すわけがないだろう。そんなこと言うなら、そこをタオに見せるにゃ。見ないと信じないにゃすよ。これ以上の邪魔をするなら、痛い思いをするぞ。でかい人は悪者だったんやすか。こうにゃったら、タオが成敗してやるんやす。おい、本気か？The wheel of fate is turning. Rebel 1, action! 鋼の拳だ！受けてみろ！ここかも。どう？砕けろ！受けてみろ、当然！スレッジ！スレッジ！覚悟しろ！食らえ！受けてみろ、超電子！食らえ！超電子！スレッジ！食らえ！来い！受けてみろ！やられたにゃす。これに懲りたら、食欲と直結した行動を慎むことだな。おとなしく家に帰るがいい。ここが浪人街か。イカルガ難民が多く流れ着いたと聞くが。こちらテイガー、どうした？お前の面白い精神波長がモニターできたからな。赤鬼と恐れられるお前が感傷に浸るとは。この感覚を感傷と呼ぶのならば、そうなのだろう。イカルガ内戦時の実体験記憶は失われていたはずだが、
わずかながらシナプス結合が残存していたか。あの内戦の最後は悲惨なものだったからな。すでに抵抗する力も残っていないイカルガを図書館は新型兵器の実験場に使ったのさ。人体実験をも厭わない私が兵器実験を非難するのもおこがましいか。いや、個人を対象にする実験と群衆を対象にした実験とでは意味が違う。同列に扱うことはできないだろう。なんだ、私にそんな気遣いはいらないぞ。気を使ったつもりはない。一般的なマキャベリズムを述べただけだ。そうか。ではこれ以上は無駄話だな。通信を切るぞ。速やかに次の装置敷設に取り掛かれ。了解。さて、次は向こうだったな。待てー、そこの異形。異形？それは私のことか。おう、拙者は獅子神バング、愛と正義のトガオイでござる。そのトガオイとやらが何のようだ。私の首には賞金などかかっていないぞ。ふっふっふ、拙者にはわかる。その怪しい風体、お主はいずれは重大犯罪に手を染め世に仇をなすと。いきなり何を言い出す。言いがかりも甚だしい。ふん、犯罪の目は早めに積むに限るでござる。これ以上は問答無用。獅子神バング、参る。やむをえん。作戦行動を妨害するならば実力で排除する。The wheel of fate is turning. Rebel, one, action! Do it!無念、正義が悪に屈するとは、ガクリ。だから私は悪などではないと言っている。気絶したか。放置してもこの男なら問題なさそうだ。作戦時間を著しく無駄にした。次の敷設場所に急がねば。ここがオリエントタウンか。悪くない町だな。さて、敷設場所を探すか。デイガー、まさか私を連れ戻しに。電波状況が悪いようだ。仕方がない。こちらで判断しよう。連れ戻すつもりならば、とっくに来ている。機関から脱走したお前に、今まで追っ手がかからなかったのは、心への恩情だ。自ら機関に戻れ。そういうのね。そうだ。勝手をしている自覚があるのならば、反省して機関に戻れ。ここの絵が処罰されないように弁護してくれるだろう。いやよ。まだ戻れないわ。私はまだ彼を見つけていないもの。そうか。だが私はここでお前を発見したことをここの絵に報告しなければならない。それが私の任務だ。あなたの任務はわかる。でも報告させるわけにはいかない。気は進まぬが、やるしかないな。いいだろう、相手をしてやる。
The wheel of fate is turning. Rebel one, action!鋼の拳だ。私はここで連れ戻されるわけには。すまんな、ライチ。感心しないな。女は殴るものじゃない。私の攻撃を片手で聞こうは、まさか十兵衛か。俺の名を知っているならば、まずは拳を引け。それともやり合うか、この俺と。願ってもないチャンスだが、ここは引かせてもらおう。気絶してしまったか。緊張の糸が切れたのだろう。しかし、六英雄とはいえ、私の拳を片手で受けるとは。悪意のない攻撃など怖くはないな。しかしなんだ、事情がありそうに見えるが、女性に拳を向けるのは感心しないな。本気で倒すつもりはなかった。彼女の覚悟のほどを私は知りたかっただけだ。覚悟か。どうやらその言葉偽りではなさそうだな。この娘の面倒は見てやる。お前はどこへなると行くがいい。彼女が目覚めたら話がややこしくなりそうだからな。助かる。この礼はまたいずれさせていただこう。まさかな。余計な詮索はやめておこう。ここの絵の機嫌を損ねるのは得策ではないな。ここの絵も無理を言う。だが任務ならば仕方がない。どういうことだ。警備がいないどころか無人だと。支部が無人とは貴様の仕業か、赤鬼。いや、私が来た時にはすでにこの状態だった。それを信じろと？随分と都合のいい話だ。殺さずとも済んだはずの鵤の天井を殺したお前に信じろというだけ無駄な話だろう。天井？誰だそれは。危険だな貴様は。
排除させてもらう。排除？面白い。やってみろ、赤鬼。The wheel of fate is turning. Rebel, one, action! 鋼の拳だ。ほれ、速報。受けてみろ、強弾。速報。負けろ。甘いぞ、赤鬼。こら、ダメージ係数が。負けろ。弱い。凍てつく。衝撃！なんだ？英雄は伊達では負けろ！まだ。こら！うわぁ！そら！そそか！当たりが！まだだ！カウンター！カウンター！こら！ダメージ係数が！ダメージ係数が！衝撃！うわぁ！無様だなぁ、赤鬼。それが中途半端なおもちゃの限界か。人格に問題はあっても、さすがは英雄か。貴様の言う通りだ。私の性能は貴様には及ばない。現実を理解しているだけ、貴様はそこらのクズよりマシだな。褒美だ。完全破壊してやろう。なんだ、貴様は。貴様のような化け物に関わるほど暇ではない。赤鬼、命拾いしたな。もはや言葉も失われているか。やはり状況を逸しているな。すまない。貴様のようなものを救う方法を私は一つしか知らない。せめて苦しまぬように葬ってやる。行くぞ！The wheel of fate is turning. Rebel, one, action! くらえ！超電磁アガレの拳だ。うおうりゃうおふざけろ。無駄だ無駄だ。避けただ。抜けてみろ。超電磁スレッジ食らえ。ふざけろ。スレッジアガネの拳だ。ブリッジ共に疑問を渡して当たりしないぞ。抜けてみろ。超電磁超電磁超電磁行くがいい。お前の選んだ道か。今とどめを刺してやる。崩れる。
まさかこれが黒き獣。